どうも、海作です。釣れです。よいしょ。さあ、今日なんですけども、こちらは小部屋ということなんですけども、はい、まあ、常とね、ちょっと今日は動画を撮ろうかなということなんですが、はい、よろしくお願いします。まあ、結構もう経ったよね。そうですね、チームに入って、だいぶ慣れたんじゃない？もうだいぶ空気感が分かってきました。分かってきて、はい、いつも元気をくれてね、はい、現場が明るくなりました。ありがとうございます。なんですけども、はい、でまあね、常とはね、一番最初メインで動画に上げた時に僕言いましたけども、はい、やっぱり言うて常はプレイヤーであると、はい、まあ、トンボとか安武とかみんなね、チームのみんなは基本的には、まあ、作家さんだったり、まあ、裏方だったりする、うん、常はやっぱりプレイヤーだから、はい、いつかプレイヤーとしてこう羽ばたいてほしいってことを僕は言ったと思うんだけど、はい、あれもうマジでそうなんで、はい、ちょっとやっぱりちょこちょ こう常の素晴らしいところ、面白いところを、はい、この小部屋でも皆さんに見ていただきたいなと思って、ありがとうございます。そう、はい、そして拡散してほしいなと思ってて、うん、これどういうことかっていうと、実は僕これカメラ回ってないところで常に言ったことがあるんですよ、うん、僕絶対常って TikTok やと思うんですよ、うん、もう絶対向いてると思うんですよね、はい、常っていろんな特技があって、うん、その中でもね、はい、なんて言うんでしたっけ、人間ポンプ。そう、はい、これですよ。これはね、もうね、知ってる方はね、コメント欄にもくださってましたけども、はい、まあ特技ですよね。そうです、はい、うん、簡単に言うとどういうことですか、うん、人間ポンプ。簡単に言うと物を飲み込んで、うん、お腹に入れて、うん、それをまた吐き出すという、うん、これです。それをやろうって思ったきっかけなんだったんですか。確かになんか、なんでしょうね、なんか特技を考えなくちゃいけないっていう、うんうんうん、窮地に追い込まれた時に、はい、なんその時はうずらの卵がポンと出てきたら面白いなっていう勝手な発想があって、そこからそれを練習するようになったんですよ。あ、なるほどね、はい、それはうずらの卵で練習してたの？うずらの卵で練習してました。練習ってどこがく何かを見てとかじゃなくて？あ、いえ、全然何にも見てないです。独学で？そのなんかポンってこう出てきたら面白いっていう勝手な発想で、うん、もう家でうずらの卵買って茹でてましたもん。その時結婚は？してないです。あ、まだしてない、はい、だから一人暮らしで練習してた。そうです、そうです、はい、これだからあれよね、うん、その今日やってもらうんですけど、うん、マネはあんません方がいい。あ、そうですね、うん、はい、マネはしない方がいいです。そうよね、確かに、はい、何かに習ってとかじゃないから独学であくまでも、ね、やって、はい、なんか最初も苦しかったでしょ。最初苦しかったです、むっちゃ苦しかったです最初、うん、なんでそれでも続けようとできると、もうこれは絶対にできると思い込んでたんで、うん、もうアホやからその時はもう、うんうんうん、だからもう何回も何回も練習して、途中で、あ、これやっていう掴んだんだ、はい、ちょっとこの先はやってもらってから、はい、ちょっといろいろ聞こうか、はい、それじゃあ今日常に人間ポンプをやっていただきます、はい、さあ、というわけで早速じゃあ常さんにやっていただきましょうか、ね、はい、はい、お願いします。まあ先ほどうずらの卵と言いましたけれども、うん、今回ちょっと別で飴玉を用意しました。飴玉で、うん、はい、飴玉を今日3つ用意してます。あ、入ってるね、はい、白、緑、紫、うんうん、この3つを飲み込んで、うん、お腹に入れて、うん、また吐き出します、うん、はい。それってお腹までいってんの？お腹までいってます、はい、ここで止めとくとかじゃなくて？じゃないです。あ、そうなんだ。お腹までいってます。はい、いきます。はい、じゃあまず紫からいきます。はい、はい、入った、入りました。はいはい、入った、はいはいはい、じゃあ緑、はいはい、3ついくの？入った、入りました。ない。次白いきます。ちょっと声が声変わってないです。いや、田中真希子さんみたいになってるけど、なってないです。お腹までいってんすよね、うん。おお、はい、入りました。あれ、声変わってます。声は変わってないです。本当ですか？これをですね、321の掛け声で出したいと思います。それではいきます。はい、321。うわあ大成功です。ありがとうございます。っていうのが、私の特技でして、はい。ありがとうございます。ちょっといろいろいいですか？はい、もうとも途中で言ってたけども、はい、途中声変わってるじゃないですか。なんかね、うん、お腹までいってないっすよね、これ、うん、いや、お腹までいってます。いってる、はい、明らかに声がなんかこもってるから、ね、なんかいやいや、もうこの辺で止めてるもんな。そんなことない。全然そんなことないです。違いますか？全然違います。はい、すごいね、はい、あとこう出すときに毎回常さんって、はい、
って言うじゃないですか。あれは出ちゃうんですか。出ちゃうんですやっぱり。やっぱり一生懸命出してるんですよ。ああ、はい、出してるから。そうなんです、ね、はい。これ面白いよな。面白い。あれはやばいですね。で、ちなみに、このパターンとはまた違うパターンがありまして、うん、はい、雨ね、次2つでやるんやけども、はい、そのまあ色がバラバラじゃないですか。はい、例えば黒白やったとしたら、うん、それを飲み込んで、うん、常はこっちが指定した色を出せるっていうのもあんねんな。いけるんです。すごすぎるでしょ、はい、ここもすごない。あ、それはすごいよ。すごいでしょ。100発100中100発100中です。痛い。どうなってんの。それはちょっと今日やってみていいですか。あ、もちろんです、もちろん。わー、はい、ちょっとやってもらいましょう。嬉しい嬉しい。はい、うん、ピンクと黄色です。ピンクと黄色、はい、ここありますね。はいはいはい、はい。じゃあまず、うん、ピンクいきます。はい。はい。はい、はい、お仲間ないないですね。はい。じゃあ次黄色いきます。はいはいはい。黄色。はい。うん、入りました。若干声変わってんねんな。いや変わってないです。全然変わってない。変わってない。変わってないです。これどっちでも出せる。どっちでも出せます。わあ、これはすごい。これどっちでいく？もう決めてください、カズさく。さっきどっち入れた？さっきピンクです。じゃあきピンクか、はい、じゃあピンク、わかりました、出してください、はい、ピンクだけ出るの。ピンクだけ出ます。それではいきましょう。はい、せやろ。おお、お腹でいきます。はい、3 2 1ごめんなさい。すいません。おい、ごめんなさい、間違えとるやないか。何が100発100中や。ごめんなさい、間違えました。ミスミス。面白い。たまにあります、ごめんなさい。たまにミスるの。たまにミスるんです。ただのこの 50% やないか。いやー、面白いわ、やっぱり。でも面白い。いや、これはすごい芸です。いやー、これ実はですね、はい、まあ絶対すぐにやりたいなと思ってて、はい、ただなんていうんだろうな、面白い芸では僕はあると思うんですけども、はい、うちの子供たちとかね、ちょっと真似したりしたら困るということで、そうですね、ちょっと今回事務所で、はい、撮らせてもらったんだけども、はい、これ真似しない方がいいよね。真似しない方がいいです。やっぱ訓練してる人しかできないんで。うん、面白いな。でも、はい、これは最高ですわ。でですね、はい、実はこの人間ポンプを使って、はい、今常は TikTok やってるのよね。はい、そうです、うん、そうそうそう、はい、で今回のこの飴玉とはまた違うパターンの、違うパターンで、これね、皆さん、はい、いいですか。あ、ちなみに概要欄に貼ってあるんで、常の TikTok のアカウント、はい、ぜひ皆様飛んでご登録、そして再生押してください。お願いしますんですけど、はい、飛んばやさでも見たけど、はい、えげつないのあるよな。これはちょっともうレベルが違う。もう人間ポンプの進化版。あ、そうですね。いや、雨もすごいし、はい、面白いけど、はい、もう感動すらする、うん、本当にパターンがあるんですよ、はい。あれはマジで見てほしい。絶対見てほしい。見てほしいですね。せやんな、はい。アカウント名が何でしたっけ。アカウント名が2700常で、T2700 の TSUNE、うん、はい、はい、になっておりますので、はい、ぜひ概要欄から飛んでよろしくお願いいたします。お願いします。俺はもうね、バズってほしいのよ、うん、正直。いや、バズりたいな。いや、俺ね、マジでこれ世界あると思うで、はい、マジっすか。うん、うん、雨もそうやし、はい、なんせさっきから言っている、えげつないやつあるじゃないですか。 はい、あれは俺世界マジで行くと思う、うん、いや、ちょっと行きたいなぁ、マジで。うん、行って、はい、チーム開作から大スター生まれてほしいのよ。いやー、ほんとに。いやー、ちょっと頑張ります。頑張って、マジで応援してるから、はい、で、またね、TikTok で新ネタとかできてさ、はい、やったら小部屋とかでさ、また常がぜひできたらいいやろし、はい、そしてゆくゆくはひょっとしたら常も YouTube やるかもしれないしね。そうですね、うん、はい、ちょっと頑張ってくださいね。いや、ありがとうございます。応援してますね。頑張ります。じゃあ最後に、はい、もう一回だけ、はい、ちょっと色当てやってもらっていいですか。頑張ります、はい、ちょっとこれはそれで、すいません、やったーで締めた、はい、これは絶対その方がいいんだから、はい、絶対その方がいい、はい、いいに決まってるんだから。そうですよね。そうそうですよ。終わりよければですよね。終わりよければ全てよし、はい、たまたまさっきは失敗してしまいましたが、はい、今回こそは、はい、常さんに成功していただきたい。絶対いきます。ありがとうございます。今回色は変えた。ピンクと緑でいきます。はい、はい、いきます。どっちからいきますか。じゃあピンクから。ピンク、はい、いきます。はい、はい、
ない、ね、ないですね、はいはい、お腹にいってるんだ。お腹にいってます。うん、緑、緑、はい、緑ない。はい、はい、入りました。いいですか。はい、若干声が変わってません。でははい、はい、ピンクもう一回出してもらおうかな。もうそうです、わかりました。はい、ピンクですね。ではピンクを出してください。お願いします。はい、いきます。はい、お願いします。3、2、1おい、ごめんなさい、お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 い、ごめんなさい、全く一緒やね、すいません、同じやった。お前ええ加減せろ、お前。ていうかもう一個ずつ出すこと自体もすごいねんけどな。笑わせてもらいました。最後にもう一度お待ちください。概要欄に常の TikTok 貼ってるんで、ぜひ皆さん見てみてください。とにかく本当にどんだけハードル上げてもいいと思ってるぐらい素晴らしいものがあるんで、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。